ね、組んでいただいたというのはもう本当にすごく光栄だと思ってます、はい。で、対戦相手の小林選手、秋山選手、とても素晴らしい選手なんで、まあ、とにかく、まあ、初めてなんで、まあ、とにかくガンガン、思いっきりぶつかっていって、柿原という選手がいるんだなということを体に刻み込みたいですね、はい。ただもうお互いにプロレスラーであって、そのプライドをぶつけるだけだと、はい、思ってます。石田君、30分一本勝負のタッグマッチ、おっとかわしました。泉田平成逆転、大森が入る。さあエルボーを落とす、キックロープに振ります。さあ大森ドロップキック頬に入りました。そしてダンカンはリングの下にもんどり打って落ちました。さあその泉田、鉄柵へ振ります。ガツンという大きな音、おっと鉄柵にもたれかけるようになりましたボビー・ダンカン・ジュニア。ここはフェアプレー、リングへと戻します。待っているのは大森高雄、歯を食いしばる。そしてニュートラルコーナーへ叩きつける。反対側のコーナーへ大森が振られた。ハイキック、さあセカンドロープから反戦をキック。さあここでダイビングニードロップ、カウントは2、カウント2であります。5分を経過しています。大森とハンセンが分かれて対戦しています。大森泉田対ハンセンボビーダンカンジュニア組、このグラウンドの攻防が続いています。今年の新春ジャイアントシリーズでは同期入門秋山純と組んでアスナロ育成タッグリーグ優勝を果たしています大森高雄。しかしその一方で1月9日鹿児島ではアジアタッグ王座から転落しました。それにしても12連覇という素晴らしい記録を打ち立てた大森高雄。さあダブルの合体技を見せる、ダブルのブレンバスター。ここで泉田のヘッドバット、胸へドスンと落ちていました。カウント2、石頭ヘッドバッターズでおなじみのこの泉田純、胸元へとドスンと一発落としていった。さあ SF に行く、ここでハンセン何気ないキックなんですが味があります。スタンハンセンカットに入りました。試合の権利は大森に移っています。大森とボビーダンカンジュニア、このボビー・ダンカン・ジュニア、お父さんはもちろん人間戦車と呼ばれたあのボビー・ダンカンであります。同じニックネームを受け継いでこのマットに上がっている。さあタックルをかわす、おっと大森コーナーに直撃、そのままリングの下に落ちました。これは危険だ、左の肩を打っている。その打ったところをハンセン鉄柵で絞っていく、あっとハンマー落とす。これはハンセン、そして大森ピンチ、コーナーへレフェリーの西永にアピールをしています。あ大森これは動けません。泉田が救いに行きます。さあハンセンはその様子を見ていますが、ボビーダンカンがリング下に降りました。そして大森の方に向かっている、これは危険だ。さあ大森低く泉田に突っかかる、ここからあこれはリングに戻します。待っているのはハンセン、なんていう音。さあ腕を取る、苦しむ大森アピールをします。腕をねじる、この大森の口元、半年ほど前から口ひげを生やしております。ひげを生やしたのは何かのきっかけをつかむため、生やし始めた当時そういう風に語っていた大森高雄。しかし今日はレスリングを教えてもらった、ある意味教えてもらったスタン・ハンセン先生への恩返しをしなければいけません。
このエキサイトシリーズ、東京ドームへ向けたオーディションシリーズになっています。この武道館には池田、そして邪道下道、高山、柿原と参戦をしております。しかしこの武道館という大きな玉ねぎから東京ドームビッグエッグへ向かうためには、ここで何かつかまなければいけません。さあぐりぐりねじっていくボビーダンカンジュニア、大森がなんとかロープの方、その前に立ち上がった。もう一度グラウンドの攻防、痛めた左の肩を集中的に痛めつけていきます。さあ泉田が入る、喉をついていきます。なんとか大森キューバをしのぎました。しかし試合の権利はスタンハンセンに移っています。さあ両方に張っていくパンチ、そしてハンセンがボビーダンカンにアシストを頼んだ。そしてレフェリーに何かアピールしています。腕を取る、切りにこの、おーっと大森非常に苦しい。ああ中指のあたりぐっと折り曲げています。さあ泉はカットに入る、ヘッドバット、うん、ハンセン倒れません。逆に起き上がれ、そしてハンセンの怒りの炎を燃えさせてしまったか。10分経過している。さあここからハンセン、ボビーダンカンジュニアにタッチをします。ハンマー落としてロープへ振ります。さあボビーダンカンジュニア、おっとまともにキック、ネックブリーカードロップ、そしてローリングタッチ、泉田が中に入ります。ラリアット、さらにヘッドバット、ヘッドドロップ、カバーに入る、カウントは2。4人とも黒いショートタイツをまとっています。30分一本勝負のキャップマッチ、ドラゴンスクリューが星雲流泉田から出ました。そしてコーナーへ、さあ泉田ハイキック、かかとも入ります。さらにボディスラム、泉田の視線はトップロープへ、そして泉田がおーっとムーンサルトはかわされた、自爆しました。泉田潤、いやー泉田がこういった大技を出すとは。ラスボタックルからランニングネックフリーカードロップ、カバーに入る、ハンセン来ない、カバーをかわしましたボビーダンカンジュニア。泉田がいきなり強化を上げたようであります。場内もがぜんざわめいてまいりました。ロープに振られた泉田、ハンセンが後ろからハンマー、フロントスープレックス、カウンター2。コーナーのハンセンも疲れ気味、リング中央はボビー・ダンカン・ジュニア、その金髪が口に入っています。ハンセンの2位へ石頭が当たっていますが、ハンセンの膝は痛くないようであります。さあスリーパー、ヤビーゴーという声が聞こえたが、大森ローニング、あーっとバックドロップ、泉田、さあ川に入るところ、トップ、手先のトップ、ハンセンのタックル、痛めつけていく。さあその間にカバーに入っているリング中央、カウント2、カウント奪えません泉田。デビュー7年目を迎えるこのシーズン、泉田、ハンセンが再び勝った、燃える燃える。さあ足を取る、泉田がまずマットに沈んだ、カバーに入るダンカンジュニア、カウント3、カウント3、燃料補給十分の不沈感、今宵加減の対抗を炸裂いたしました。今ゴングが鳴りました。60分の一本勝負、先陣を切ったのは秋原、そして秋山、キックブロック、ブロックまず打っていったのは滝原だ。全日本初登場滝原、元世界タッグ王者の秋山純に見事にドロップキック、初ダウンを奪っております。
打撃系を中心とした純粋なユースタイル、これが垣原だと、そういうファイトをお見せしますと試合前に話しておりました垣原。あっと、さあ秋山馬乗り、肩がつくか、いやつかない、馬乗りです。放送席解説はジャイアント馬場さんです。馬場さん、はい、垣原全日本マット初登場ですが、いかがでしょう、立ち上がり動きをご覧になって。そうですね、動きはいいですね。その秋山のやっぱり、彼らのやり方が分かりませんからね、ちょっと戸惑ってますけども、まだ動き出方を見ているといった感じですか。そうですね、まあそれは垣原もそうでしょうけどもね。足を取りに行く、飛ばす、スタンディングです。逆に足を取りに行きました秋山純。サイドネットロック、グラウンド、東京ドームに向けまして、この高山垣原コンビが、遊軍団が名乗りを上げました。初登場の舞台がこの日本武道館大会です。垣原雅人、180cm 93kg です。1972年の4月29日愛媛県新居浜市出身、25歳。さあバックを取った秋山純、もっとその秋山の手首を捉えている垣原。グラウンドです。バックを取る。中学時代はこの垣原、陸上部で 100m の選手だったという経歴を持っております。高跳びのマットでプロレスボックができるから陸上をやっていたんですと苦笑いしながら話しておりました垣原。さあキック、頭をつきます。さあ足を取りに行った。さあ秋山純、この秋山純もグラウンド技には非常に高い定評があります。さあ秋山の足を取りに行っている、ブレイクします、距離を取りました垣原、距離を取った、キック。馬場さん、この垣原のキックですが、今のところ非常に有効ではないですか。いや、まあ、いいですけどね、まだやっぱり疲れてきていませんからね。さあ来た、倒した、ダウンダウンダウン、倒してからどうするかなんですよ、問題はね。さあ秋山純からダウンを奪った、キックでダウンを奪った垣原、足を取りに行く。おー、しかしダウンした秋山純ですが、表情はそれほど変わっておりません。今シリーズこの秋山純、広島大会で行われましたタッグマッチ、今日のタッグパートナーであります小橋健太から初フォールを奪っております。これで四天王からは先のシリーズの最終大阪大会で三冠王座をかけて戦いました三沢ミスタル以外3人からインフォールを奪ったということになります。全日本プロレスのヤングリーダーであります秋山純、この全日本初参戦の垣原に王道の厳しさ、そして切なさを教え込んでいかなければなりません。アキレス腱をがっちりと固めております秋山純。さあスタンディングです。さあ垣原、逆に秋山純のアキレス腱を固めていく。さあ監督、外れております。秋山の上半身にもうっすらと汗がにじんでまいりました。さあここで小橋健太と、そして高山義弘であります、去年の9月6日この小橋健太と高山、去年の9月に一度対戦したことがあります。それ以来2度目の今日が対戦ということになります。押し込んでいったのは元三冠統一ヘビー級チャンピオンの小橋健太です。さあ逆水平だ。さあ高山、前回10月に川田俊明と行ったシングルマッチから10キロ体重が落ちたと話しておりました高山であります。さあバックドアついた、ジャーマン
シーに入ろうというところ。嬉しい、入ったすかさず秋山純がパットインいたします。ストンピング連発。さあ馬場さん、はい、去年10月に川田とのシングルマッチ、この高山は戦っておりますが、その時と比べてどうですか、体の方も体重も落ちて絞れていると思います。そうですね、絞れてきたら、動きが良くなりますからね。リフト、こういった一つ一つ一つの技に非常に重みがあります。高山ハイキック、小橋も受ける、逆水平、おっと小橋の下半身が揺らいだ、ダウン、小橋ダウン、秋山純、あーっと、どうした秋山だ、あーっとカウンターで入ったか、高山の膝が完全に秋山純の顎を捉えておりました。さあ秋山純、元世界タッグ王者、うつ伏せであります。去年の10月以来4ヶ月ぶりの全日本参戦でありますが、小橋健太が来ました、おっと堂々の試合運び。さあキャメルクラッチ、スリーパーで捉えております。ロープに逃げました小橋健太。去年の8月の26日でした、後楽園ホール。小橋健太とこの高山は対戦しておりました。あと秋原のキック、ストンピング、そして去年の9月6日高山組と川田組のシックスメンタッグマッチをこの秋原雅人はこの日本武道館で視察をしておりました。飛ばし逆水平、キックで反撃か、もう一発、あとまたもや小橋がダウン、ダウン、これはどうした、全日本の王道のどてっぱらに穴が開くか、はい、こう蹴られて倒れたり、パンチを食らって倒れることがね、はい、一見弱く見えるんですが、ね、その倒れた方がね、はい、痛くないんですよ。じゃあ今小橋はだから彼らの蹴りを自分の受け身でカバーしてるわけですね。かえって蹴りを小橋のチョップを食らえてる竹原の方が、はい、痛いと、ね、逆にダメージは竹原の方に、そうですね、いやこういうところはね非常に面白いところなんですよね。なるほど、サードロープに逃れております小橋健太。さあ竹原、全日本プロレス初参戦、キックでそしてストンピングでこの小橋を攻め続けておりますが、逆にその攻撃、例えばこうやって蹴りをじっとこらえてたらね、はい、まあ、僕らはメリケンと言うんですが、メリケン、筋肉をこう蹴られたりね、そうすると肉離れの症状が出るわけですね、はい、さあ小橋健太、この馬場さんの言葉通りですと、まあ、この辺りから反撃に一気呵成に攻め始めるんでしょうか。ブレインバスターの体勢だ小橋健太、ラスト、逆に脇を固めていきました柿原赤コーナーから10分経過、試合時間10分を経過しております。タッグマッチ60分の一本勝負、小橋健太秋山純の全日本コンビに高山義弘、そして柿原雅人のニュースタイルコンビ、遊軍団、
東京ドームへのチケットをかけて、この柿原、全日本プロレス初参戦であります。さあ高山が試合の権利を受けました。エルボーを落としていく、エルボーを落としていく、背中です。エルボードロップ、さあ高山、元カンカン王者を挑発します。キックだ、やりました。小橋独特、対空時間が長いぞ。高山の頭に血が昇った。さあそして秋山、先ほどのニーリフトのお返し。秋山純、先ほどは数十秒間うつ伏せ、全く動くことができなくなってしまいました。エルボー連打、ジャンピングのキャッチ、キャッチ、おーよく見ておりました高山。さあフロントのスープレックス、張っていきます。いいタッチワークです。高山柿原コンビ、キックを打っていく、キャッチ、キックをキャッチした。張っていく、エルボーだ、エルボーだ、柿原ダウン。裏投げ、秋山アウト。いや、馬場さん、今の切り返しいかがですか、柿原。いや、いいですね、よくこういうスピードはありますからね。よく見ておりました柿原。あーっと、ドラゴンスクリア、柿原、これで動きがピタッと止まった。さあバックを取った小橋、小橋、小橋、いやー、一瞬の切り返しで小橋健太の左の足を捉えました。完全無欠のユースタイルであります柿原。スープレックスからキック、カウンターで入った。さあバックドロップ、バックドロップ、さあいった、いったいった、オブライトを締め落とした小橋健太の殺人スリーパー。高山です、高山のカットです。さあその高山には秋山がいった、秋山がいった。試合の権利があるのは小橋健太と秋原雅人。腕を取ります、ブロック、ストップ、ラリアット、カバー、ドロップ、盤石のウエスタンラリアット、ラリアット炸裂、小橋健太、三沢光晴をマットに沈めた渾身のラリアット。全日本プロレス初登場の柿原に王道の切なさをとっくりと教え込んでいきました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。本当だけ見つめていたい。